奮と熱狂の中で大詰めが迫っています。今大会もいよいよ決勝戦と相なりました。迎え撃つはただいまの勝者、狂乱の光線土男、ハンマーマン・ザ・デストロイヤー。対しますは悪夢のワンマンアーミー、一人ハルマゲドンの KK メカニカルデバイス。おいおい、あんなのありかよ。あれのどこが武道なんだよ。個人で使用できる範囲内の武器は認められている。違反ではない。おっさん、原始的な戦いしようっていうあんたが遅れてんだよ。何をふざけやがって、ぶっ殺してやる。おっと、試合開始30秒前、カウントダウンが始まった。ファイト。待ってください。何？関係者以外立ち入り禁止だぞ。私も銀河一周旅行行きたい。何？私も銀河一周旅行行きたい。ねお嬢ちゃん、銀河一周旅行はね、武術トーナメントに優勝しなくちゃいけないんだよ。あの男たちと戦うんだよ。うん、する。私戦っちゃう。これは面白い。思わぬ飛び入りにお客様も大喜びであります。変な子が入ってきちゃったよ。おい嬢ちゃん、痛い目に遭わないうちに早いとこ帰んな。最初はあなたからやるのね。これは気の強い少女です。さすがのハンマーマンもたちたちだ。なんだ今のパンチは。いくら小娘でもこの俺様に手を挙げるとは許せねえ。死ねえ。かわした。ルー、行きます。なんだ。無敵のハンマーマンが一人の少女の手によって葬り去られたのであります。さあ、次はあなたの番よ。さあ、私と腕比べしましょう。待て、こう見えても俺はフェミニストなんだ。お嬢ちゃんとやり合うわけにはいかないよ。何よ、そんなこと言って逃げるつもり？そうじゃねえ。ただ俺は女の子とは戦いたくねえんだ。やだい、おじさんと戦って銀河一周旅行行くんだ。決闘はしねえ。するったらする。しねえったらしねえ。その勝負すでについた。この勝負、この娘の勝ちだ。なんだって？おいおっさん、ずいぶん妙なこと言ってくれるじゃねえか。どうして俺の負けなんで？私がそう決めたからだ。何？トーナメントの優勝者は飛び入りのエルフの少女に決定しました。それでは早速表彰式を。おい、やだ、私やだ。私まだこのおじさんと戦ってないもん。こんな風に優勝したって私ちっとも嬉しくないもん。と、よせ。ルーの勝ち。やっぱれやっぱれ、見事な勝ちっぷり。さあ娘、これが優勝の盾と帝国一周旅行の目録だ。受け取れ。はい。立ち上がれ。俺はまだくたばっちゃいねえぜ。 すごーい。私のキックを受けて立ち上がったのはあなたが初めて。すごーい。なんだと。
ふざけるな。人が下手に出てりゃつけ上がりやがって。あんまりコケにするといくら女の子でも。そうか、分かったぞ。てめえらみんなグルだったんだな。帝国武術トーナメントなんて抜かしやがって。最初からデキレースだったんだ。やっと分かったぞ。言わせておけば無礼者め。こちらにおわすをどなたとこ来れる。やがましい。死ねバカな。俺の一撃をかわすとは。ちくしょう、やっぱりつるんでたな。燃える燃える。真っ赤な炎には赤のワインが格別だ。良い眺めじゃのう。自己紹介が遅れた。娘よ、私は銀河を司る帝国の王子、マスカット・タイラーだ。王子様？わけあって諸国アンギャの隠密旅行を思い立ち、その友を選ぶためこの度の武術大会を開催した。ところが決勝戦ともなると、詫びも錆びもない力バカの男どもばかりが残りおって、ほとほと興ざめしておったところへやってきたのがお前だ。一問二もなく優勝を決めたわけだが、何か質問はあるかな？今回の旅は完全に秘密にしたい。帝国の名を出すことはもとより、私のポケットマネー以外は一切使用できん。いつ帰るともわからぬ無期限旅行だ。それでも来るかな？うん、行く。小さい頃から私、銀河中の星々を見て回るのが夢だったんです。よし、明日は第101ブロックのナショナルエアポートへ来い。そこで旅券を渡そう。やっほー。待ちなお二人さん、まだ勝負はついちゃいねえぜ。あなたは？あれぐらいのことじゃ俺は参らないぜ。何事も徹底してやらないと気が済まないたちでね。行くぜ。おっと、ほほう、これはこれは。見たかおっさん、また旅と女中劇のエキスさ。人間には何でもないが、エルフにはバッチリだぜ。あっぱれあっぱれ。KK とやら見直したぞ。お前とその娘は同率1位とする。明日お前にも帝国旅行の旅券を渡すとしよう。詳しいことはその娘から聞くやよい。え、喧嘩はいかんぞ。おい待てよ、おっさん。おっさんちっ、まこと言っても5時間は目が覚めねえぜ。よいしょ。まあそういうわけで、私銀河一周旅行に出かけることになりました。マスカットさんはとっても背が高くてハンサムでお金持ちの偉い人です。 KK は不細工で意地悪で全然偉くないバカン子です。ではお父さんもお母さんも体に気をつけて。何よ、女の子の入浴シーンを覗くなんて。何言ってやんで。あんまりお前が長いなもんで心配して見に行ってやったんじゃねえか。当日よ。だってよ、いくら呼んでも返事がねえし、ドアには鍵がかかってるし。嘘、私のヌードが目当てだったんでしょう。バカ言うね。お前の貧相な裸なんぞ誰が見るか。貧相じゃないもん。胸だって今年になって3センチも大きくなったんだから。おい、せいぜいその調子で大きくなりな。今に重さで自慢の羽も役に立たなくなるぜ。おい、何よ。なんで、
私はいささか腹が減った。食事にしようと思うのだが、両名とも食べるであろうな。いただきます。わあ、おいしそう。運転手さんって料理もできちゃうんだ、すごいな。いや、それほどでもないですよ、ふーちゃん。それでは食するとしようぞ。いただきます。美味である。いけるぜ、おっさん。気に入ってもらえて嬉しいです。この音を隠すのね。白滝はもらった。肉だ肉。あ、肉ばっかり。いいじゃねえか、ケチケチすんなよ。私だって食べたいもん。食い地張ると太るぜ。何よ。なんで。なんだ。どうしたの。調べてきます。こりゃいかん、エンジンが大暴走だ。加速が続くと次期超高速ドライブに突入します。出力制御不能、座標設定不能。なんだと。運転手、どこにワープするか分かんないって言うのか。まあよい、どうせ気ままな旅、この際成り行きに任せよう。なんだか面白くなりそう。今朝見たときは艦長だったんすけどね。よしなさいよ、ケイケ。よいよい、よいではないか。でもよ、これからどうすりゃいいんで。もし、見たところ、お前さん方は旅の人だね。はい、そうですけど。わしらはこの辺りの村の者じゃ。お困りのようだが、もしよかったら力をお貸ししよう。おお、それはありがたい。助かるぜ。惑星見物。さよう。私は銀河大帝星で呉服問屋を営むマスカット・テーラーというものだ。俺は KK。 私はルー。私は運転手。思わぬ事故でこの星に不時着したのだが、せっかくであるから見物していきたい。何か名所旧跡はあるかな。見物といってもこのアラハス、見ての通り砂と岩ばかりの星でして。遺跡を案内してあげたらどうかの。あ、長老。お客人、珍しい遺跡が近くにありますじゃ。案内して差し上げよう。それはありがたい。遺跡とは古代の偶像を祀った神殿でしてな、ここを登ればすぐですじゃ。ここですじゃ。見事じゃ。こいつはバッカスだな。バッカス？そうだ、バッカスはディオニソスとも言ってな、酒の神様なんだ。東部の円盤状の物体は尊い神様を意味する光輩さ。光輩？神様の背に輝く光のことさ。片手に下げた丸い瓶は古代の四季の一種だ。じゃあこっちの板みたいのは？あれはな、閻魔帳といって人間の生前の罪を記しておくノートさ。人は死ぬとその罪の量によって天国に行くものとそうでないものとに分けられる。それがバッカスの信仰さ。経験って物知りなのね。それほどでもないけどよ。いや、あっぱれあっぱれ、見事である。お若いよ、よくぞそこまで古代史を研究された。その博学に免じて、めったによそ者には見せぬ酒神殿の宝冠をお見せするとしよう。さあこちらへ。ねえ経験、あれは何？ん？分かった。それはだな、大事なもんだ。大事なもんって？いいから早く来い。これが酒神殿の聖なる石棺じゃ。この中身は門外不出でしてな。よそ者は無論わしらの部族の者でも何百年もの間この封印に手をつけてはおりません。
確かに立派なものだ。しかしじいさん、そんな大切なものを気軽に見せてもいいのかね。心配なさるな。見ての通り、この石棺は巨大な一枚岩によってその上を覆われておる。このような巨大な岩を密かに動かして中の宝物を持ち去ることなど誰にもできぬわ。それもそうだ。トイレそっちじゃないわよ。バカ、誰がトイレなんか行くか。神殿さ。神殿？門外不出の宝物とやらをぜひ見たいんだ。俺のパワードスーツならなんとかあれを開けられると思うのさ。ダメよケンケン、叱られるわ。お前は見たいと思わないのか。そうまだ、その昔バッカスの巫女たちが祭礼に用いたという伝説の酒だ。そうに違いない。誰だ。待ってください、私ですよ。私なんだ、運転手さんか。びっくりさせんなよ。それはこっちのセリフですよ。しかしすごいものを見つけましたね。考古学上の発見さ。これが発表されたら世の学者どもがあっと驚くぜ。さてそいつはどうでしょうか、ね。うわっ、おっと動かないでくださいよ、ルーちゃん。運転手さん、心配せんでもいい。こいつはパラライザーでさ、ちょっとばかり強力ですがね。どうして。あっしはね、昔からアラハスに伝わる謎の秘宝に目をつけていたんでさ、こいつを売れば大金持ちになれますからね。それじゃまさか。お察しの通り、わざと宇宙艇を故障させたんでさ、初めからこの星へ来るつもりだったんですよ。大仏トーナメントの優勝者なら石棺の蓋を開けられると踏んでね、もうじき小液体がここに来る手はずになってましてね、そいつらにこの相馬を売り渡せば一生遊んで暮らせる金が入ってくるというわけですよ。いけないんだ、これは村の人たちの。いけないんだ。それじゃあ 2,3 日おねんねしてもらいましょうか。伝説の相馬、ほんまもんですぜ。おお、これは素晴らしい。それ、早速積み込め。それじゃあ、約束の金を。そうだったな。では、これを。あら、そんな、てめえ、汚ねえぞ。お前に払ってやる金はない。ご苦労だったな。くしゃ。肩、用意。の歯の立つ相手ではない。これはエルフだ。小娘、アラス交易隊のボディーガード、100人殺しのチラム様が相手だ。
下ろせと食らえ。加勢するぜ。サンキュアバヤン。あれ？運転手さん。式で参る俺じゃねえ。お、あれは村の方だぜ。大変、きっとバッカスさんだわ。おい待てよ。見事な思考だ。あっぱれあっぱれ。女の子のくせに走ったね。運転手さん。あらルーちゃん、パラライザーにも平気とは。ほら丈夫で何より。いやーパレよパレ。村の人たち殿下。あのこの坂だるはですね。ごめんなさい、この騒ぎは元はといえば私が。いやいや、よくやったぞル。よくぞやってくださいました。こんなめでたいことはありません。あそこに聖なる相馬が眠っておることは古き言い伝えにより察しがついておった。だが巨岩に封じられバッカス像に守られて手が出せ。ほどほど困り果てているところへ現れたのが我々というわけだ。あの相馬を売ればこの村はあっという間に荒発一の大金持ちになりますじゃ。お、随分お探ししましたよ殿下。おお。おじさんたちは。皆の者控えおろう。ここにおわすお方をどなたと心得る。恐れ多くも銀河帝国第108王子マスカットタイラー殿下なるぞ。姿が変わり。このおっさん本当に王子だったのか。何よ、だから前から言ってたじゃない。殿下、皇帝陛下が心配しておられます。
御水鏡はほどほどに訂正お戻りください。その前にお前たちも一杯やれ。しかし我らは。私の酌が受けられんのか。いや、では一杯だけ。命に別状はない。なんちゅうおっさんだ。どうしたルー KK、 出発するぞ。はい。皆の者、世話になった。礼を言うぞ。待って待って、私も連れて行ってください。宇宙船操縦できるのがいないと不便でしょ。よかろう、ついてまいれ。どこに向かいましょうか。私ね、食べ物の美味しいところがいい。俺はね、このパワードスーツで怪獣と戦ってみてえな。流行るでない、旅は始まったばかり。これより銀河中を遊び回る。一同、良いな。オー